足利銀行、株式会社足利銀行、足利銀行、A 商、ザ足利バンク、LTD は、メブキ、フィナンシャルグループ参加の栃木県宇都宮市に本店を、置く、地方銀行、足シの愛称で親しまれている。2016年10月1日に、親会社である、足利ホールディングス、現、メブキ、フィナンシャルグループが、 常用銀行と株式交換を実施し、銀行持ち株会社参加で同行と経営統合した。現在のスローガンは、ありがとうを力に変えてである。北関東地域一帯に98の本支店と49の出張所があり、本拠地の栃木県内の貸出金シェアは約5割、中小企業向けでは約8割に達し、栃木県と 県内25市町の指定金融機関を受託するなど、栃木県内で圧倒的な占有率を持つガリバー銀行である。戦前に埼玉県北部の中小銀行を吸収していたことにより、埼玉県大胸中仙道、秩父鉄道秩父本線沿いに16店舗出店している。バブル経済期に北海道宅食銀行などと同じく地場である。 栃木県内や東京拠点でリゾート開発などの不動産融資を拡大し、1995年には預金量で地銀5位にまで上り詰めたがバブル崩壊により不良債権化した。宅銀、山一、町銀など大手金融機関の破綻が相次いだ1998年、平成10年前後の金融不況は乗り越えたものの、2003年の金融再生プログラムにおいて、 栗のべ税金資産の資産形状監査を厳密化した結果、債務超過であることが判明。同年11月に特別危機管理銀行に指定され、経営破綻した。2002年には定期預金ペイオフが解除されているが、金融システムへの影響を懸念して、預金保険機構が全株式を強制取得し国有化したことで、定期預金ペイオフは回避された。 産業再生機構と連携した企業再生支援などによる不良再建処理の進捗や栃木県内の一部の支店をリテール業務に特化した出張所への転換、集約などによる経営へのスリム化を進め、2008年平成20年7月に預金保険機構が足利ホールディングスへ売却し破綻処理は完了した。1895年 明治28年9月25日、24歳の小木野万太郎が、初代頭取として、当時の足利町、原足利市の繊維業者を中心に創業。以後、両毛地区を基盤に発展する。当時より、地元密着、堅実経営で知られ、地元の繊維産業に対する融資は、手形割引を中心とする短期貸し出しにより行われた。また、融資に際しては、 不動産担保は忌付され、担保物件の現金化が迅速に行える棚卸資産担保が好まれた。不渡り手形が生じた貸し出し先があると、行員が昼夜交代で会社の前に張り込み、棚卸資産を手に入れようとする他の債権者を追い払い素早く処分したため、他行からは逃げの足銀、石橋を叩いても渡らないと言われた。川崎銀行。 三菱銀行の前身から派遣された亀山人、後に常用銀行初代頭取となるが実質的に経営の指揮をとり、1914年、大正3年5月に東京支店を開設。地方銀行では初めて本部機能を東京に移し、情報収集機能を強化した。東京川崎財閥との提携では大不況の到来を察知し、1920年、 大正9年、有志額の実に3分の1を回収。その後の昭和金融恐慌による貸し倒れ被害を最小限に抑えた。1944年、昭和19年までの戦時統合にて、県内6行を、合併、12行を営業譲り受けし、一県一行となる。これ以降、歴代東取は、日本銀行出身の遠田敦氏、藤松正則、関根太郎、 日本工業銀行出身の岡和夫と四代続けて東京財界出身者によって占められたが彼らは東京にて昭和金融恐慌を直接経験した世代であり万全たる融資を常にいめ足銀伝統の地元密着、堅実経営の姿勢を崩さなかった。1967年昭和42年本店を県と宇都宮市に移転。しかし、 プロパーコ員ンからは、生抜きと踊りを望む声はかねてから強く、そんな中で注目を集めていたのが、向井久夫であった。向井は、もともと、鹿児島県出身、陸軍幼年学校から陸軍士官学校卒で終戦時には、陸軍隊員。後に、東京大学法学部に入学し、在学中に高等文化の試験司法科に合格したが、終戦時に、 陸軍将校であったため公職追放により、放送会には入れなかった。1947年、昭和22年、27歳の時に、日銀理事の紹介で、足銀に入校し、陸軍士官、東大卒、司法試験合格という華麗なる経歴は、1948年、昭和23年に、全国銀行協会検証論文で1位入選したことで、足銀に、 迎えありと全国に知れ渡り、将来の頭取候補と言わしめられるようになる。その後、入校10年目の37歳で、大阪市店長、39歳で、東京市店長、1965年、昭和40年には43歳で、取締役に就任。自宅は東京都内に構え、役員就任以後は、宇都宮に単身赴任をしていた。 1978年、昭和53年には万を持たして、初の生抜き東取、当時の故障は社長。その3年後に、東取へ変更に就任し、1997年、平成9年に会長を退くまで19年にわたり、ワンマン経営者として、足人に君臨する。1970年代に、北朝鮮に対する、 コルレスバンクとなり、同国と日本の銀行間での海外送金業務を取り扱いを開始。1985年には、宇都宮市の指定金融機関の座を、富士銀行宇都宮支店から指定外えを受け、公金業務を開始して、栃木県内の自治体と関わりを深めることになった。バブル経済に差し掛かると、迎え峠の号令により、当時の足銀は、校内で、核抑作戦、 鶴の胴体が栃木、頭は仙台、郡山、右翼が茨城、左翼は群馬、埼玉、そして尾は東京、名古屋、大阪を指したというと呼ばれる有志拡大路線を展開する。後に、有志効率化と称して、審査部門と新規営業部門を統合する、本部機構改革を行い、の法図な有志姿勢を鮮明にする。1975年。 昭和50年に93が店だった。店舗数は20年後には212が店と2倍以上に増加し、1985年、昭和60年に2兆3000億円だった。貸出金は1995年、平成7年には4兆8000億円となった。当時の中曽根民活によるリゾート法の追い風儲け、建設業、不動産業から絹川温泉やナスのホテル、 旅館、ゴルフ場といった観光業、パチンコ店、飲食店などに過剰融資を行い、ニュージーランドへ進出したホテルニュー、岡部や朝やホテルをはじめ、栃木県内に豪華絢爛な建造物が出現した。地元で賄ないきれない貸出資金は埼玉、東京に流れ、一時、東京支店の貸出残高が宇都宮の本店営業部を抜き、都内支店、東京、 日本橋、赤羽、新宿、新都心、渋谷の貸出資金総額は1兆円を超えた。つまり、地銀でありながら、地元の北関東で集めた資金を、東京多県外で運用していたことになる。さらに系列ノンバンクである北関東リース、宇都宮、足銀ファクター、宇都宮、足銀リース、伊勢崎市、足銀帝等証券、大宮市を通じて、銀行融資では、 不適格な案件に対しても有志を積極的に言った。当時、これに疑問を呈する向きは少なく、逆に、地銀の優、地銀の住友銀行などと称賛された。1989年、平成元年7月、迎えは、全国地方銀行協会副会長に就任。翌年には、足銀の預金順位は、地銀第5位となり、映画を極めていた。 後の経営破綻後、銀行に損害を与えた不正融資として、預金保険法116条1項に基づき、当時の経営陣に対して、損害賠償訴訟が起こされたものとして、次のに案件がある、出典バブル崩壊後に無理な拡大路線が災いし、不良債権が増加。1994年3月期決算では、破綻先、債権額は632億円にも上った。 こうした、経営不安から1997年、平成9年秋には取付騒ぎが発生、親密であった、東京三菱銀行、現、三菱 UFJ 銀行から1、00000 00円に、上る、資金調達やリストラ策公表、地元取引先の支援などで鎮静化するまでに、同年9月末の総預金は5兆3、740億円は、 一年後には5兆856億円に、急減資産、零0 0々々々円近くもの、預金が流出した。2000年、平成12年12月に新密融資先の上野百貨店が自己破産を申請、負債総額164億円。2001年、平成13年10月には不正融資の舞台となった下連が民事再生法を申請。 足銀の不良再建額約130億円、翌年ハーサン宣告、上場企業で、純、メインバンクであった、日本ビューホテルなど大口有志先の倒産が相次いだした。2002年、平成14年に、北朝鮮による日本人拉致疑惑が、マスコミで取り上げられるようになると、同年4月に、北朝鮮向けコルレス業務を取り扱いが少ないことを理由に打ち切った。 同年9月の日朝首脳会談以降、日本と北朝鮮をつなぐ手段として、万言本号と並ぶ形で、コルレス業務がクローズアップされるようになったが、マスコミが取り上げたタイミングでは前室の通りすでに取りやめていた。2003年、平成15年3月には、子会社、北関東リーストの株式移転で金融持ち株会社。 アシニンフィナンシャルグループを設立し、同社の完全子会社となったが、これは、同3月期に、単体で赤字だった、同銀行の優先株副配を果たす目的なのが、明白であり、多くの批判を受けた。2003年、平成15年3月期決算に関して、金融庁の立ち入り検査が、同年9月2日から11月11日までの、長期間行われた。10月には、 勇敢富士が政府が国有化検討している危ない地議員として数回報道するもゴシップの息を出なかったが11月12日にウォールストリートジャーナルが日本政府が足利銀行に公的資金注入を検討している胸のスクープを報道した足銀側と政府首脳の竹中平蔵、小泉純一郎はいずれも否定日本の勇敢紙、週刊誌も14日以降相次いで 危ない地銀として、経営破綻の恐れを名指しで報じるようになった。11月17日に、ムーリーズが政府の支援を受ける方向に入ったアシギンの預金格付けの引き上げを検討と報じられると、11月19日に、アシギン FG 株価は100円を突破するなど、乱高下するようになる。11月22日、同月25日予定としていた2003年9月期、 中間決算発表を金融庁検査が伸びたことを理由に延期することを発表。この時点で破綻は現実味を帯びるようになった。11月27日、金融庁が検査結果を通知し、栗延税金資産計上が課題であるとして2003年3月期時点で債務超過であると認定。この時点では非公表。会計監査を担当する中央青山監査法人。 後のミスズ監査法人と協議するも、2003年9月期の中間決算において、栗の部税金資産を計上しないよう通告した。これを受け、翌11月28日午前には、日経新聞長官、ロイターが、政府、足利銀行へ公的資金投入へ、処理方式は現段階では未定へなどとスクープ記事を配信し、当初は、 アシギン FG 株を売買停止としたが、アシギン FG 側は、憶測に基づく記事として否定し、同日13時30分から売買再開となった。しかし、同日の夕刊には、足利銀行に公的資金政府、最終調整金融条件査で3月記載務超化、などと一面記事になり、NHK ニュースでも同日午後には、足利銀行への公的資金、 投入問題と木県知事県民も冷静な対応を、と報じた。そして11月29日、土曜日早朝、金融庁の検査結果が2003年3月期決算時点で、債務超過であったことが、公となり、自主経営を断念せざるを得ない状態となった旨が、ニュース番組や新聞各紙の長官で報じられる。一部の行員は朝に、職場召集させられ、 預金保険法102条第1項の3号措置を受けることを通告させられたという。その後、本店での取締役会で、足銀並びに足銀 FG の9月期中間決算を承認。21時から小泉純一郎内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議が首相官邸で開催され、2001年平成13年に制定された。 預金保険法102条第1項の参号措置による一時、国有化、特別危機管理が決定された。これに伴い、足利銀行及び上場親会社の足銀フィナンシャルグループは、会社構成法を東京地裁へ申請し、明日ともに経営破綻した。同日23時に、本店で記者会見を開き、日賀の全名東ドリラ経営陣が総辞職した。 3号措置及び特別危機管理銀行の発動は、初で全国地方銀行協会加盟の第1地方銀行の破綻も現状唯一である2011年時点。栃木県財界及び森山真由美ら地元、選出国会議員は、預金保険法102条第1項の1号措置、いわゆる理想な銀行方式、預金保険機構の増資による、 資金注入でそのまま存続できるを要請、政府には株主を救済せよという声が寄せられた。しかし、理想な銀行の場合は、自己資本比率の極端な低下という財務状況であったが、当行は金融庁検査の段階で、債務超過、自己資本比率がマイナスが認められていたため、破綻処理とそれによる株主責任を選ばざるを得なくなった。 足利銀行単体の2003年、平成15年3月期決算の自己資本比率は、粉飾による見かけ上4.54%だったが、特別危機管理決定後の金融庁の検査で、233億円の債務超過と認定された。同年12月に預金保険機構の指名により、横浜銀行出身の池田賢人が、当取に就任。また、 預金保険機構が完全、親会社のアシギン FG から投稿全株式を強制的に取得し、アシギンとアシギン FG は資本上無関係となった。預金は全額保護で、引き出請求も従前通り行われるため、ATM 休日稼働日の11月30日、日曜日及び最初の目処口営業日となる12月1日以降、目立った取付騒ぎは発生しなかった。 しかしながら、破綻により、法人、自営業者向けを中心とした不良債権の一部を、整理改修機構が取得、債権上とし、新規融資が停止された上で、同機構から、融資先へ、強引な債権改修が行われると、北海道拓殖銀行の事例と、同じく本拠地の地域経済への影響が見られた。特に、バブル期の過剰融資で改築、開業し、 営業不振となっていた日光やナスなどの旅館、ホテル業では影響が深刻であり、産業再生機構の再生支援案件以外は、ほとんどが倒産に追いやられ、競売により他社が不動産を獲得するパターンが続出した。主にゴルフ場においても1980年代のバブル期前後に開業した施設、桜市キツ川町に集中は、予託金返還時期到来と重なったことで、 他社への売却による生産や倒産による経営断念が見られた。また、投稿をメインバンクとする11企業が産業再生機構へ再生支援を申請しているが、当該企業と連名で支援を申請した金融機関は投稿が最多である。主な支援入り案件は、ホテル式、彩り、日光や朝やホテル、金谷ホテル観光、絹川温泉ホテル、 名古屋金谷ホテル等、関東自動車、栃木企画が挙げられる。2005年、平成17年2月に、足利銀行、池田東堂には、貸し倒れ引き当て金の過小引き当てや、栗延税金資産の水増しなど不正会計、荒川観光開発と市モレンに対する不正融資、2001年3月期決算における、優先株の違法配当により、銀行に損害を与えたとして、 預金保険法116条に基づき、向井久夫、元会長ら歴代頭取3名を含む元役員13人を、相手取り総額46億円の、損害賠償請求を、宇都宮地方裁判所に3件提訴した。荒川観光開発への追加融資では、賠償請求権を譲り受けした整理回収機構が、足銀に損害を与えたとして、実行役の元専務2名に対して、 損害賠償訴訟を提起し、2010年、平成23年3月に、宇都宮地裁が整理改修機構へ18億円の支払いを命じる判決を下した。被告人は上訴するも、同年12月の二審東京高裁で棄却され、賠償が確定した。本件に対しては、迎えの監督責任も問われ、2009年3月に、遺族が責任を一部認め、 7000万円の賠償を整理回収機構に支払うことで和解している。経営陣に対する刑事事件としての立件も検討されたが、経営陣が違法配当を部下に意図的に指示した証拠が得られず、また当時は業界内で栗延税金資産の形状に関する指針が明確でなかったとする専門家の意見があったため、刑事事件として立件されなかった。 粉飾決算を見過ごしたとして、中央青山監査法人と担当会計士に対しても損害賠償請求を提訴していたが、2007年7月、足銀川が2億6500万円の和解金を受け取ることで和解が成立した。2006年、平成18年11月2日、金融庁は受け皿、スポンサーに求める基本的な条件を提示し、 受け皿候補の公募を宣言した。その後2段階の審査を経て、翌年9月21日に、同庁は受け皿の最終審査に入ることを発表。同年11月22日までに、受け皿候補より、同校の企業価値評価を含む、譲り受け条件等の提出を受けた。二次選考を通過したスポンサー候補は次の通り、このうち野村連合と市銀連合が、 出資額などで一気打ちとなり、それ以外は、資力や経済界の反発で落選となった。当初は、地銀連合が有力視されていたが、2008年、平成20年3月14日、金融庁は、足利銀行を野村グループ連合が設立する足利ホールディングスへの売却を内定した。株式上都額は1200億円。 一般的に破綻した銀行がスポンサーを得て再建する場合、新たに設立した銀行を営業とするか、承継銀行に吸収されることにより銀行名が事実上解消されるのが通例であるが、北海道拓殖銀行、若塩銀行、東京スター銀行等、東稿のケースでは、新生銀行、青空銀行などと同じく創業時の法人格のまま親会社が移動するのみとなり、 称号については、足利ホールディングス側の意向で地域におけるネームバリュー等を考慮し、現行名を維持する方向となった。2008年、平成20年7月1日、当校の株式を足利ホールディングスが取得したことで参加に入り、特別危機器管理体制から解放された。感情系システムとして、第三次オンラインシステムは、後の統合相手となる。 上用銀行など、火曜解散官業と同じく三菱銀行がかつて使用していた IBM メインフレームを採用。後継システムとして2003年4月に東京三菱銀行、当時と日本 IBM が共同運営する地銀共同化システム、通称チャンスプロジェクトへの参画を上用銀行と共に表明していたが、 経営破綻により2005年に参加離脱を表明。2011年、平成23年7月19日に、後継システムとして、ベスタ系の NTT データ地銀共同センターに移行した。2016年10月の目吹き、フィナンシャルグループ中期経営計画において、2020年1月に、常用銀行、地銀共同化システムのシステムへ統合する旨を、 公表している。バブル前世紀の1991年、平成3年1月に金融機関のテレビ CM が解禁されると、読売ランドのアシカショーで活躍する、カリフォルニアアシカヌ版、2011年5月没が、直立し、公姻役の女性とツーショットする、テレビ CM、アシカが、よろしく。画報へ。フレーズは、アシカがの五感をかけたものである。 1991年、平成4年後半からは、美少女、ジュニアアイドルとして売り出していた栃木県内出身の小田アカが登場。1995年、平成7年までボーナス時期を中心に放送され、一躍有名となった、関東ローカル、関東ローカルのテレビコマーシャル参照。この CM は、読売ランドの足下賞、2017年1月9日。 閉館2セットを作り撮影されている。針山沙織が歌唱したドドンパ調の CM ソング作詞伊藤明作曲小杉大五郎は1991年9月21日に CD シングルアシカがよろしくとしてビクター音楽産業より発売された。ジャケットはパンツスーツ姿の針山とパスカルの着ぐるみとのツーショット写真で 振付メロディプ付きの歌詞カードも付属している。また、アシカ単独の CM、執務室風の部屋で机に寄りかかり、直立姿の横顔で窓の外を眺め、アシカが確かのコピーが流れるものも放送された。なお、アシカ科は日本国内では水族館、動物園以外では飼育されていないため、ご当地とは無関係の動物である。 1991年、平成3年に、アシカを擬人化したオリジナルのマスコットキャラクター、パスカルパステルが登場。名前は、人生は考える足であるを記したブレイズ・パスカルから。総合講座通帳、普通預金時期、キャッシュカードや、コンビニ ATM 画面、ノベルティグッズ、インストアブランチ、パスカルブランチ、現在は、f k d ローンセンターとして、存続などに、 イラストが長らく使用されていたが、2011年、平成23年のシステム移行による通帳類のデザイン変更で一旦廃止された。2015年4月に創業120周年を迎えるのを機に、パスカルファミリーとして、両親と子二人の三世代家族となって復活した。同年の帰ってきたパスカルファミリーの公募によって、小足川、 パルパコと命名されている。栃木 SC の試合や地域の祭事、営業店ロビーなどパスカルの着ぐるみが出没しており、公式サイト内にパスカルファミリーのキャラクターページも設置されている。また、2016年9月に開設されたインターネット支店の名称はパスカル支店となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。